花尾慶郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。いきなり娘しょっぱらが噛んじゃった。ふざけてたらね、カミカミになってしまいましたけどもですね、一週間ご無沙汰しております。金尾義郎の音楽魂、今日は楽しくやってまいりましょう。今日は金玉ということでですね、高橋誠さん復活、イェイ、ただいま、おめでとうございます。イェイ、ありがとうございます。もうね、素晴らしい、もうあれですか、退院がすごい早かったんじゃないですか。退院は早かったですね。もうとっとと早く帰りたかったんで。ね、でもね、いや、結局何日あれ、なん賞味2日ですかね。2日、うん、早っ。急性虫垂炎という。急性虫垂炎で、朝方救急搬送されて。本当、うん、相当痛いもんなの、あれ。すっげえ痛いよ。本当、ね、びっくりした。あなたが痛いっていうぐらいは、だからもう、あ、これで俺はこれでいけるんだと思って喜んでたんだけど、うん、もう、ともちゃんが見かねて救急車呼んじゃった。うんうん、そうなんだ。このまま行かせてくださいって思った。ダメだよ。もうちょで。それぐらい痛かったね。もう痛いよ。あ、こんだけ痛いんだからいけるなと思ったんだけど、ダメだった。あれ急に来るんだやっぱり。いや、じわじわある、じわじわあるの、2週間ぐらい前からちょっとお腹調子変だったの。痛くなったりしてたんだけど、まあ別にあんまり気にしてなかったんだけどさ。それね。我慢は良くないんだよ、だって。やっぱね。ね、ね、それにしても1日でね、もう退院、うん、2日か。2日ですごいね。ね、すが、素晴らしいと思いますけどもですね。ね、高橋誠さん、これは、これね、お土産です。頑張ろう日本っていうね、ここに届いて、これ、菊まんじゅうが届きました。高橋さんのね、なんか逆にお土産。そうそう、入院したところが、うん、救急搬送されたところが、うちの近所なんですよ。未宿にある、はい、自衛隊中央病院というところで。あ、自衛隊中央病院というところ。ほほーく素晴らしい。ありがとう、自衛隊って書いてありますよ、これ。はい。もう本当に私の気持ちです。ねえ。あ、本当にそうだよね。うん、頑張ろう日本、守ります、うん、美しい日本っていうね、はい、こういうのがあるんだ、菊まんじゅう、うん、もういろいろある、自衛隊キャラメルとか、あと本当陸海空って書いてあるあのおまんじゅうとか、マジで、あと自衛隊グッズ、迷彩の T シャツとかパンツとか、はいはい、あと靴下、あれ、そうなんだ、キーホルダーとかもいろいろありますよ、自衛隊グッズ、すごいですね、すごいよね、普通ちょっとね、僕らは普段ご縁があんまりないかもしれない、さすがに制服はなかったね、先生それはやばいからね、やばいよ、ね、でまこちゃんその頭になってるからもうほとんど自衛官でしょ、もう全然違和感なかった、自衛官ね、もう自衛官だと思われたんじゃない、すごいですね。まあ何はともあれね、こうやって元気にね、戻って、いましたね。嬉しいです。ありがとうございます。本当にまあこういう、まあこの金玉というかね、音楽魂自体がね、やっぱ高橋誠さんいないとね、成り立ちにくいんでね、やっぱ松下さんと僕だったりしても、何もできないから。ちょっとなんかこう、足で蹴りながらラジオやってんじゃないかなって。テーブルの下でね。そう、下で、足ガンガン蹴りながらね、喋ってるんじゃないかなっていう。そういう感じになりますけどもね。早速ね、今日はご紹介しましょう。ファックスですね。金尾義郎さん、投げ銭 FM 音中ということで、金尾さん、松下さん、キキさん、山田さん、こんにちは。そして、誠さん、お帰りなさい、ね。ただいま。帰ってきた誠ラマン。ウルトラマンとかけてるね。荒れ狂った天候の中、暑くおらんで暑い武蔵小杉ですねっていうね。リクエストは北飛行です。よろしくお願いいたしますというね、松下さんもコーラス、気張ってくださいというね、朝から気張っていただきましょうか。チャーリー佐藤さんのね、リクエストがありました。北飛行っていうのはね、前、まあ、
博多を出るときにね作った歌になりましょう、なりましょうなりましょうか行きますかじゃあなりましょうってことないね。なんかいいですねこれキー間違えたね。あいい なんか懐かしい感じがするいいね懐かしい、ね、もういつも通りだねいつも通りさの北彦をお届けしました、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えいたしました。
何そんな笑ってんの、何いきなり笑って こ, こんなんでいいのかなと思ってて終わってたコーラス忘れちゃった。あのさ、なんか俺の歌今聞いてなかった、コーラスするときに聞いてましたよ、俺やかましいのかなと思って、いやいやいや、ちょっとう、うん、やかましいかもね、コーラス入れられないでしょ。いやいや、そんなことないですよ。本当、はい、力不足ですみません。いいね、そのね、この感じがまたいいな。この前ね、コーラス入れたの、うん、しゅんちゃんのね、はいはい、新曲の時にね、うんうん、そしたら菊田俊介さんです ね, ね、ブルースカンパニーのね、そしたら音圧っていうか音声量が全然違うので、うんうん、私はすっごくこんくらい近づいて、うんうん、カナさんちょっと離れてください、離れてくださいって言われて30センチくらい離れてたんだけど、いやカナさんもっと離れてくださいってもうさ隣の部屋に行きそうになっちゃったよぐらい離れてくださいって。そう、面白かったけどね、あれはそんだけやっぱ違うんだなと思って思い知らされた。ただそのラブラブラブのね、うん、松下さんがまあ作詞をしてるんで、はいはい、あの辺のコーラスなんだけど、うん、要はもうラブラブラブしかないんで、うん、まあ簡単なんですけど、それ撮ったら後にさ、うん、しゅんちゃんが、うん、ちょっと加納さん後半こう盛り上がるところにフェイクって言われたのよ。お、うん、一歩前に出たからね俺。あ、そう。フェイクは得意じゃない俺。コーラス苦手だけど、うん、一声なんぼで俺生きてたから。でだからもう水を得た魚のごとくどんな感じか一回ためこやらしてっつって一回パッと取ったわけで、わーってちょっとおらんだけよ、そしたらもう一発で OK。 あ、本当、カノさんもう歌わなくていいですよこれ。これ以上おばれたら、そうそう、もう緊張迷惑でしょうがないと思われたのかね。私もでもあよくやるなと思って感心しました。やっぱさすが、えさすがです、さすがです、さすがでした。いやでもね、あれね、雰囲気一発で出さないと、そうそう、あれ何回も練習しといて、ね、ダメなんですよね。そうそう、フィーリングで仕事でやるときはね、うん、なんかね、特にこんな感じっつってすぐそれできないと、うん、もう二度と来ないから仕事が、うんね、そうそうそう、そういう世界をちょっと思い出しましたけどもですね。面白かったね。マイクで話した方がいい、うん、いやいやいや、かぶっちゃうかな。いかがでしたか。いや楽しかったですよ、ね、大雨の日ね。あ、そうだったんだ。嵐がもう、それでね、うん、メインに黒人の女性シンガーが入るのよ、はいはい、またコーラスで、うん、でかぶってくんだけど、うん、でこう要するにこう後半こう絡んでくるっていうか、フェイク同士で、ね、お楽しみっていうことでね、うん、お楽しみですよね。カナオさんの声がかなり缶も入ってるんですよ。あ、すごいね、3缶入りましたからね、うん、3缶入りました。結構熱い熱いよね、うん、熱いと思います。なかなかね、素敵なものが出来上がると思います。楽しみですよね。もうしきできますね。いいな。僕のフェイクも全部消されてたりなんかしてる、ね、多分入ってると思います。そうだね、それ消したらちょっとね、レコーディングやって消されて ね, ね、悲しいよね。結構悲しいものあるあれボツにされたりして、あれ、うん、あ、俺ダメだった。ギター弾いてたはずだ。結構あった。そ, れ、ね、そういうの結構あるんだよね。やっぱ邪魔だったかな。あれっていうのがね。お便りじゃあ行きますか。はい、松ちゃんの。カナオさんとしんさん、はい、あ、ちょっと待って。うん、カナオよしろうの音楽魂中年リクエストの係。いつからいつからこういうタイトル。カナオさんとしんさんこんにちは。寒いのと暖かいの日替わりでやってきます。はい、風邪などひきませんように。はい、誠さんお帰りなさいませ。ただいま、どうも。突然の手術の、知らせにびっくりしましたが、お元気ね、びっくりしましたよね。はい、お元気で復活され本当に良かったですね。はい。はい、これは会期祝いを届けなければと今ラジオ局に向かって移動中ですが、ありがとう、間に合わなかったらごめんなさい、うん、誠さんが戻ってまた楽しいリズムの番組が聞けるお祝いと、うん、それに今日は3月9日サンキューの日ってことで、はい、私の結婚記念日、おめでとうございます。おめでとうございます。かなさん、にぎやかに中年の不良の歌がありましたらリクエストさせていただきます。中年の不良、間に合うかな。アンパン、ね、小田原の青木さん、青木さんどうもね、青木さん、ありがとうございます。お待ちしております。本当、ね、ええ、本当に来てくれるのかな。もう一方、じゃあ、ねね、待ってますよ、ええ、もう一方、カノさん、誠さん、としみさん、ディレクターの山田さん、撮影のキキさん、はい、こんにちは、はいはい、市事情で
メールが途絶えてしまい誠に申し訳ございませんでした、皆さんお元気ですか。そして誠さん退院おめでとうございます。ありがとうございます。突然の入院にびっくりしましたが、入院生活はいかがでしたか。もう最高でした最高ですね少し体を休めなさいってことかもしれませんね。天国ですよ。天国でした。至れり尽くせりですから、ね、そうだよ ね, ね無理しないでくださいね、はい、本日もリクエストはお任せいたします。よろしくお願いいたします。清水佳代子さん、ご無沙汰です。ご無沙汰です。またライブ来てくださいね。ありがとうございます。なんかね、お忙しそうでしたからね。うん、うん、うん。美味しかったね。本当にね、こうやってね、お便りいただけるとね、そういう励みになってですね。そう、いつもいただく方が途絶える、ちょっと心配になっちゃうね。心配になりますしね、本当ありがたいことだと思います。ね、音楽魂もね、はい、頑張ってやりましょう。ということで、行きます全部。でも行きますか。お便り、ね、お便りね。皆さん、歌から行った方がいい。どっち？どっち？ミキさんじゃあ行こうか。ミキさんね。ご紹介しとこう。ミキさんね。はい。いただきました。皆さんこんにちは、はい。週明けにはだいぶ暖かくなりそうですね。うん、今朝のニュースでは、横浜の鶴見川まで強烈に増水していましたが、大丈夫ですか？そうだったんだ。ああそうだったんだ。今日見てないな。こっちは曇ってますが雨はもう止んでいます。うんうん、誠さんお帰りなさい。ただいま。びっくりするくらいの回復力ですね。はい。いろんな年齢層がいる中での最速の退院ってさすがにスーパーマンだなって思いました。うん、もう看護師さんもうびっくりしたでしょ。お医者さんも呆れてましたね。ね、呆れて最短記録で。そうでしょ、だって本当切ってんだよ。さっきちょっと傷口見せてもらったけど、ね、結構ね切ってましたね。さっきちらっと赤いふんどしも見えたけど、うん、まあいいか。加納さんにとしみさん、この間のライブも盛り上がったみたいですね。はい、うん、さて先週も楽しい時間でした、うん、どんどん音楽魂ファミリーが増えてきているとアクシデントも楽しめるようになってきましたね。相変わらずタメさんのギターの音色、司さんのハーモニカの出音の素晴らしさは見事でした。なるほどね、うん、今日は金玉、先週はね、先週ね、司君とタメちゃんね、タメちゃんが突然ね来てくださって、お三方の素晴らしいバランスを楽しむことにしますね。今日は金玉なので、はい、リクエスト、カナンさん、ウォーキングオンザストリート。ウォーキングオンザストリート、はい、はい、ミッドナイトブルース。ミッドナイトブルース、はい、だけど何でも OK です、はい、例のあれは多分30日ですね。あれって何よ。例のあれって何ですか。あれって何だろうな。裏のお約束。誠さんもサムシングAcross the universe。 Across the universe ね。だけど何でも OK。 はい、何でも OK。 としみさん、これは今後の希望ですが、黄昏のビギン、会いたくて会いたくてとか行けそうな気がします。会いたくて会いたくて、ありがとうございます。会いたくて会いたくて、どんな歌だっけ。会いたくて会いたくて、そのマリさんじゃない。あ、よく知ってるね、やっぱ時代ポッと出るね、昭和の歌すぐ出るよね怖いね。あ、そう、あ、それもいいかもね。うん、ですね。まあ、黄昏のビギンは結構いろんな人やってるっちゃやってるよね、最近。黄昏のビギンはね、結構いろんな方が、まあ、うん、でもまあ、ね、うん、トライしてみようか。加納さんにも個人的にメールで、浅田さんから、黒い花びらなんかいかがでしょうっていうのありましたよ。いや、朝からさ、こっち来る時に電話あったのよ、浅田君から。電話来たのよ。私にはメール来ました。加納さん、今ちょっといいですかとか言うから俺なんかあったんだと だと思ってさ、ね、どうしたのって言ったらさ、うん、浅田君ってね、シーナンドロケットのベース、うん、ERB とかやってた、うん、朝っぱらから電話してきて、加納さん、昨日寝掛けに思ったんだけど、水原ひろしの黒い花びらって加納さんぴったりじゃないですかって言うわけ。もうなんでよ、それってやめてくれよ、みたいなさ。いつも暑いね。ね。すごいよね。面白いよね。ああいうのが懐かしいのかな。黒い花びらってどんなあれだろう。黒い花びら、あれは歌唱力がないとダメなんだ。あれはね、うん、第1回レコード大賞受賞曲。そうなんだ。あそこまで知ってる、ね、そうかそうか、おそらく。まあ一番最後の歌詞にあるんじゃない、もう恋なんかは、恋なんかしたくない、したくないのさっていうのがありますよ。そうね、それはなんか分かる、分からんでもないけどね。恋をしたくてもできないとかね、そういうのもあるよね。え？できない、年齢制限はないけど。じゃあ今日はね、まこさんにじゃあミキさんのリクエストをお答えしますか。はい、アクロス・ザ・ユニバースでも行きますか。行ってみますか。はい。What's the flowing mouth like a mess?
ran into a pepper cup. They threw the worry as they slip away across to the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. A Javai Guru dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Taught me under the light caressness. When inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru. Ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love, which shines along me like a million sun. It calls me on and on across the universe. And I'm a guru. お腹を切っていながらもあのそんなにロングトーンする必要がどこにあるんだろうと思いますけど、どこまでできるかな、ね、あのね、こういうねチャレンジ精神がやっぱりね、あの真子さんのやっぱ素晴らしいところだと思いますけどもですね、いつまでもやっぱ若々しいということがね、まあ60過ぎて盲腸になったりするんじゃないかと思います。でも年齢は関係ないみたいですよ。本当、人それぞれ、人それぞれあるの。え、なんで子供がなるんですかあれ。いや、わかんないけど、子供の頃は多いは多いみたいな、ね。扁桃腺とかもね、そうだよね。なんか割と、そういう方の方が多いっていうけども、僕もね、かかったことがないからね、その本当の痛みわかんないよ。わかんない。だってね、本当にビーンって歩けないんだよ。いや俺ね入院したことがないのよ。あ、そうなんだ。あのちっちゃい時にこう、うん、ちょっと飛び降りた、ね、うん、そのちょっと飛び降りた時はね、うん、もうずっと入院しましたね。あ、意識不明だったからずっと。あ、そっかそっか。だから大変なことになったんだけど、ね、まあ生死をさまよったぐらいの時、うん、その時だけですね。そうなんだ。それ以来ね入院したことないね、うん、入院あのしてみたい気もするけどね。退屈でしょ。いや、そうでもない。結構、あの、スケジュール決まってるから。ああ、そうなんだ。そうだよ、最悪ね。俺だって。熱測って。
いや、もう入院したらもう本当朝もっと早いと思うよ、うん、ね、そういう入院したいとかそういうの、ね、言っちゃダメですよ。いやいや、入院したいとは思わないけどしてみたいような気もする時はあるダメダメ、そういう、いや、俺はね、あの幼稚園 の, にの行く前にね、あの急性肺炎で、うん、2ヶ月ぐらい入院してたことがあったんですけど、あれもすごい楽しかったですね。覚えてるの？全然覚えてる。もう看護婦さんにおっぱい触ってないと寝られませんとか言って、その頃から何にするの、おっぱい政治なんて。まあその頃は許せるけど、まあその頃可愛いよね、この年になっておっぱい触れると自衛隊どうでしょうみたいな。もう看護婦さんも全員自衛官ですからね。自衛官ですからね、おっぱいのおの字も言えないでしょう、それは割り倒されるよね。ということでですね、今こそ無事にね帰還しましたけども、はい、じゃあミキさんの続けてね行きましょう。ミキさんのリクエストにお答えしましょう。カノンシロ、これもね昭和通りっていうね、ウォーキングオンザストリート、はい、やってみますか。
はい、博多のミキさんのリクエストにお答えしました。Walking on the street、ね、昭和通りとか親子通りとかっていうのはあの世の中にたくさんありますよね。世の中にいや結構横浜でもあるし、あの九州しかないわけじゃないよね。うん、うん、いろんなところにあるんですよね。まあそれぞれの昭和通りとね、うん、親不孝通り、だいたい福岡は予備校の通りを親不孝通りって言いましたね。そうなんだね。横浜はね、あの夜の街だね、親不孝通りって。あの、そうなんですか。そうそうそう、あの、歓楽街ありますね。そこも親不孝通りというね、呼ばれておりますけどもですね、という歌でございました。はい、ということで、今日は誠さんがね、あの、無事に、帰ってこられて、もう早速ライブどん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 やってますよね。もう昨日、おとといから、ね、ライブ始めましたね。それで、もう、バンドでガンガン暴れ回ってるんですか。そう、だから、本当は6日の赤坂もね、行きたかったんだけどね。いや、それはでも、全然平気だったら。あ、そうなのね。ともちゃんがダメ行っちゃっていう。ねえ、ちょっと早いかなと思って。向こうはまだ早いよって思ったんだよ。やってるよ、もう全然。もういいの。もう全然。痛くないんだ。もう全然大丈夫。四股踏むのはちょっと辛いんじゃないの。うん、全然。一個からやって。もう全然やってる。ほら、もうそれ、もう絶対効かないからな。全然、もう全然大丈夫。四股はね、一昨日からやってるよ。でもその回復力がね、うん、僕もどっちかというと早いでしょ。早いのよ。あの例えばざっくり切ったりするんじゃん、うん、あのざっくり切っても、ね、ざっくり切っても、うん、あのグッと力入れて見てたら血がスーッと引いていく、大体同じ感じ。昔そんな感じだったのよ。でもね、うん、ちょっと時間がかかるようになりましたね。ここんとこ、あの、ちょっと、うん、2、3日かかりますよね。だって俺、あばら折れた翌日から歌ってたからね。あ、それすごいよね。あばら折って、その次、あの、横浜でライブだったから、翌日からもうステージ上がってましたよね。うん、大丈夫ですよ、それです。腰の骨折った時は、腰の骨、うん、折れたの一番下の方があのなんだっけ、いろいろやってるね。そう、あのなんだっけ、粉砕骨折っていうのは、あ、うん、だから今でもレントゲン撮ったらちょっとあのそのままになってんだけど、周りの肉でくっついちゃったんで、それって大丈夫なの。大丈夫よ、全然。その時は辛かったけど、その時あのあれだったのよ、あのツアーで行かなきゃいけなかったから、さらしを巻いてね、ずっと行ったんですよ。そしたらもう気がついたら治ってたね、なんかね。やっぱりね、動いた方がいいみたい。なんかあっても。なるほどね。静かにしてたらダメみたい。うん、で、あと食べない方がいいね。あ、そうなんだ、うん。内臓を休ませるでしょ。そう。だから、うん。だから、病院でも俺一日ほとんど一食しか食べてない。で、病院食も出してもらってないから。そうなの？うん。もう俺食えないからいいですっつって。あ、そうかそうか。ベジタリアンだから、うん、病院の食事は食べられないのでいらないっつって。本当。本当。でも何かは出た？果物とか？うん、全然。全然出ないの。もう勝手にやってって言われて。あ、そうなの。まあ盲腸はね、うん、あのそれほどあれじゃない？食べ物ね。食事制限はね。まあでも最初お粥とか、昔はそうよね、お粥から食べる。僕はね、どっちかというとその一回しか、小さい時あの覚えてるんですけど、うん、あの入院しててあの、うん、その頭をものすごい力で打ってるんで、うんうん、目が離れちゃったのよ、黒目が、はいはい、普通こうくっつくじゃん、うんうん、離れちゃって、うん、で脊髄から水を取った時に濁ってたら、うん、ちょっとやっぱりその障害が出ると、はいはいはい、でしっかり濁ってて、うん、俺でもみんな諦めてたんだけど、うんうん、それがね自然に目が戻ってきたの。でそれおばさんが、ちょっと割と霊感が強いおばさんがいて、いろんな人がその人のところを訪ねてきてたわけ、うんうんうん、そしてその僕がね覚えてるのは食欲があったんですよ、はいはい、毎日鍋焼きうどん食べてたのよ。すごいね。いやだから、ね、それからねうどん大好きになっちゃって、うん、命の源はだってうどんなんですよ。それからうどんが好きなので、長浜ラーメンよりもね、うどんが。あ、そういうことね。そして、うん、そういうこともありましたけども。まあ、食欲っていうのは一番ね、生きる力だからね。いや、僕の場合はそうでしたけどもね。ねえ、すごいね。あの、来ましたか、また。うん。あ、来ましたよ。あ、誰？カナオ城音楽の主、カナオさん。うん。誠さん、としみさん、こんにちは。こんにちは。今日はレギュラー3人での
金玉楽しんで聞かせてもらっています、はい、そして誠さん退院おめでとうございます。ありがとうございます。かなおさん先日の赤坂フラットンギリギリ間に合い楽しい夜でした。ありがとうございます、もう春がそこまで来ていますね。寒いより暖かい方が良い、ね、年頃に私もなりました私もなりました私もなりました。ついに私もなりました。今日も3人での楽しいラジオ放送を期待しています、はい、Walking on the Street いい曲ですね。はすみさん、はすみって書いてますね。ありがとうございます。あ、今そうか、今ね、書かれた、ね、こう書かれたばっかりのほら、うん、あれでちょっとインクが滲んでない、うん、そんなことないなファックスそういうのあるわけないの、ね、お仕事中ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ということでね、松下さんなんか行きましょうよ。今うどんの話はどうなったの？いいのもうどんの話、うどんの話はいいよ。うどんが、うん、そうだから僕の場合はちょっとやっぱ食欲がね、そばの話。そば行こうか。うどんからそば。あ、うどんからそばあたり行きますか。麺類つながり。麺類つながりでですね。チャルメラそば屋さんから行きますか。もう無理やり行きましたかこれ。ね、どんな感じぐらいでしょうか。行きますか。皆さんのそばはいかが。おっさんぱいいちご機嫌、ほら危ない千鳥足、はい一丁上がりよ、つるつるつる毎度ありお待ちろ。さて東京名物はおなじみチャルメラ娘、新宿浅草上野新橋ガラ屋台のチャルメラそば屋でござる。はい、松下俊美が歌いましたうどんならずチャルメラそば屋というね、歌でしたけどもですね、ちょっとノリがちょっとつかめないままちょっと違ったよね私の。これちゃんと、ね、ちゃんとしますよね、僕もちょっと、あんまりちゃんとしますちゃんとできません。いや、ちゃんとしましょうよ、これなんかいいかもよ、いろいろ入って ね、ほらハーモニカが入ったりとか、うんうんうん、あとねこれバンジョーとか、バンジョーとか入ってるね、これちょっとやっぱりあれですよね、うん、カントリーっぽい、うん、そうそうそう、カントリーが出なかったの今、そうやばい、あのさやばいっていうか僕もありますよ、出ない、ほらあの名前、人の名前だとかね、名前はもうしょっちゅうだけど、うん、今言おうとしてることが出ないっていうのは怖いね、うん、それはあるよ誰でもあるよ、だって俺パッと立ち上がって、うん、自分の部屋にポッと行って、うん、何のために来たかは忘れる時あるんだよ、ね、それはなんかれ、ね、あれ、まあね、なんかしようと思ったんだけどとかさ、あ、私最近あった、あるでしょ、その前の赤坂フラットンカンティーナで、うん、何しに来たの、風の中で盾を歌ってんのに、うん、頭じゃリバーサイドだと思っててごめんなさいね、あのさ途中から、うん、あ、そうだ、風の中に立てて歌ってんだ今って思った、失礼しました、
俺がさ、もう涙溜めて歌ってる時にそういうこと考えてるの、あなた。なんかね、それを思ってたら、うん、丸山恵子さんもこの前ライブでね、はい、ピアノ弾き語りしてる時に、うんうん、ふっと、あ、私今ピアノ弾いてるんだって思って。もうそれさ、もう本当老人の会話だよね。いやいや、そういうことがあるって言ってたから、あ、私もあるあると思って。みんないい、まあ、いいとこ行ってますね。丸山恵子さんもね、まあ、ほとんど同世代になりましょうね。同じ年じゃないですか、ね、カナオさんたち。幸せだよね。ね、もうね、爆笑しながらも、もう分かる分かる、私もあるあると思って。大体、よしこさんと、恵子さんと、恵子さん、吉田よしこさんでしょ。恵里さんもそうでしょ。恵子さんと、大野恵里さんもそうでしょ。うん。まあ、割と近い。みんな馬年で、ね。馬年。そうそう。馬年はすごい元気。ね、元気がいいよね、みんなね、なんかね。元気し。馬年って働き者らしいよ。やっぱり。うん。バシャ馬のこと、馬車馬のことを働ける。そうそうそう。バジとオフは関係ない。青木さん、青木さん登場。どうもどうもどうも。アンパンマンが来ました。アンパンマンになってしまいましたね。ありがとうございます。ね、幸せを届けていただきました。嬉しい、嬉しいですね。小田原からね。ね、わざわざすいません。わざわざ、ね、嬉しい、でも久しぶりでしょ。久しぶり、ね、久しぶり。お久しぶりに、うん、はい、うん、どうぞ中年のお歌があったらって、中年の青木さんのさっきのあれご紹介しましょうか。ウェルカムだね、ウェルカムですね、一緒にね、一緒に歌って、うん、一緒にやりましょう、ね、よかったらね、ということでね、曲をなんかやりますか。マコさんなんか、僕がじゃあ、うん、一曲いいですか、うん、あ、出ましたねこれね。青木さん、ありがとう。ちょっと行き損ねた空に。Little tear drops from your eyes and become a river.Like your empty heart, all your sorrow falls from the blue sky, and the wind blows by. In the air, everyone hears the voice of your heart. You feel you can't find anything, just floating on.That empty sea, but from the sea you reach out with your heart. Those two blues will become as one. Your heart will open up the sky. What you never understood. Don't stop beating your heart with hopes and dreams. Sometimes you feel the fear, and other times you only cry. I know you look up to the sky. See, there's notSingle cloud up there, and you'll be free. Sometimes you feelHere and other times you only cry. But I know you look up to the sky. See, there's not a single cloud up there, and you'll be free.
はい、高橋誠さんが歌いました。この、これタイトルは何でしたっけ。Reach Out for the Sky という曲です。 Reach Out for the Sky ですね、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。青木さんどうもこんにちは、はい、ようこそ、いえ、ようこそいらっしゃいましたけど、それなんかあの手に持たれてるのなんですけど、催促するようにですね。いやいや、差し入れ、ありがとうございます。これどうもありがとうございます。誠さん、これがね、美味しいんですよ。このあんパンがね、美味しいんですよね。中してきた、ありがとうございます。お元気そうで何よりですね。ご無沙汰、ご無沙汰。24日24日、ハイダウェイ、南林間のハイダウェイ、あ、そうですね、僕らライブです ね、自分たちの宣伝ちょっと忘れますけども、3月24日、はい、これ、南林間ハイダウェイということでね、これバンドでやりますね、はい、もちろんギター高島誠さん、ドラムはごぼう鈴木さんですね。ベースが浅田。ベースは、浅田武史君、シナノックス ARB ですね。松安俊美さんもね、今回出れるようになったみたいですね。よろしくお願いいたします。ちょっと急遽、出れないかなっていう感じになってたんですけど、松下さんが来ないと、青木さん、いかがでしょうか。ね。ね。きっと来てくれると。何ですかそれ、ね、じゃあちょっと松井さん一曲行きますか、なんかね、今行きましたよ。おそれ、私が着いたI'm not afraid to die.
はい、松下俊美が歌いました、これ朝日のあたる家、朝日ロウですかね、これね、ということでね、ですね、今後のゲストと言いましょうかね、はい、それをね、来週はですね、来週もまたね、ちょっと金玉ということで、お客様がね、そうでしたっけ、16日あ、違いました。あ、それはね、ちょっと加藤くんっていうね、僕の友達いるんですけども、カトマンズというね、ふざけた名前のバンドを、ね、つけましてですね、これ3人のユニットなんですよ。アコースティックでね、これはなかなかね、今度、エアプレインレコードっていうか、ムーニーさんとか、うっちゃんとかが出してる、ちょっとインディーズレベルなんだけど、そこからレコーディング中なんですね。それでね、そういう、まあ、お友達、カトマンズ、この16日ですね、それが初登場いたします。ということで、23日は、まあ、金玉ですけども、お客様。ドラマの方が。ドラマーの、はい。ドラマが、電飾王と呼ばれてる。電飾つけてドラム叩くの？そうそうそう。すごいね、電飾王。キラッキラですか。マジで、ここも電飾つけて来てくれますかね、来るんじゃないですかね。マジ言っとこうか。いや、それは面白いな。小口さん。小口くん。まあ、それは楽しみですね。まこさんとまたね、湯川東弁さんとかと一緒にやるんですよね。4月にね。うん。じゃそのライブの告知とか、宣伝とかも兼ねてですね。それで、30日はもうまこさんもハワイに、ハワイにね、行かれますので、この日はね、鈴木司さん、ね、困った時の司頼みというかね、タメちゃん、うん、で今桜田くんがちょっとね、骨折して ね入院とか、入院とか、ちょっと治療してるので、司アミタメのタメというね、庄司流れてきてる、流れてきちゃった、不良中年できないの、不良中年がマジ、あ、ちょっと不良中年最後ワンフレーズぐらいやっていい、青木さんいいですか、結婚記念日、ちょっと忘れてた、あ、もういや、ワン、ツー、スリー、フォー、なー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 、生まれても蹴られても、はい、俺は負けないぜ、叩かれた分だけ強くなれるのさ、嫌われても、はい、逃げられても、hey! 俺はめげないぜ、振られた分だけ強くなれるのさ、ということでね、結婚記念日おめでとうございます。ね、末永く幸せに、お過ごしください。ということでですね、今日も楽しくね、やってきました金玉、音楽魂でしたけども、高橋真子さんありがとうございました。松下俊美さんありがとうございました。キキさん、動画のキキさんもありがとうございました。ということでね、またこの動画もね、出しますんでお楽しみいただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。See you next time。お相手は金尾城でした。埋め尽くす行き交う人の中に
優しい。あの人は今はない。人の心が好きさ、無口の山に見る。季節は巡り色変える街。 Ah, Riverside, my hometown。 今また生まれ変わるさ。日はお祭りがある、懐かしき友がいる。忘れかけてた思いが